B ファクトリーとは、B 中間子と呼ばれるハドロンを大量に作り出す、高エネルギー加速器施設及び実験のことを指す。著名な B ファクトリーには、高エネルギー加速器研究機構におけるケクブ、加速器によるベロ実験、及び、スタンフォード線形加速器センターにおけるペップ、通過速器によるババル実験の2つがある。ババル実験は2008年4月7日に終了し、 ベル事件は2010年6月30日に、電子用電子ビームの衝突頻度増強のために、運転を停止した。これらの B ファクトリーでは、電子と非電子を高いエネルギーに加速させた後、両者を衝突させて、中性 B 中間子と、その半粒子である半 B 中間子の多を生成させる。結部、ペップ2合わせて、これまでに10億以上の B 中間子、 半 B 中間子体が生成されている。衝突部には測定器が置かれ、生成した B 中間子と半 B 中間子が短時間のうちに崩壊する様子のわずかな差が観測されて、B 中間子における CP 対称性の破れの詳しい探究が行われている。これらの実験結果は CP 対称性についての小林、マスカワ理論の正しさを証明し、 小林誠とマスカワトシヒは2008年のノーベル物理学賞を授与された。我々の宇宙における反物質の存在度が物質の存在度よりも圧倒的に小さいという非対称性の起源は現代物理学の未解決問題の一つであるが、この問題が B 中間子と反 B 中間子の崩壊の違いから説明されることが期待されている。 大量の B 中間子及び半 B 中間子を作り出すためには素粒子実験装置の高輝度化が必要。また、衝突点を精密にするための誘導コイルなどの工事常化が必要である。超電導技術の発展によって可能になったことは確かである。具体的には質量が10.58ジェブのウプシロン中間子を生成する。 これがほとんどすべて家電 B 中間子体か中性 B 中間子体にごく短時間で崩壊するのでこのうちの中性 B 中間子と半粒子の振る舞いのわずかな違いを検出する電子と非電子のビームエネルギーはの質量に調整されるが B 中間子体の違いの観測のため2つのビームエネルギーを非対象にして生成される B 中間子が高速で走るようにする B 中間子自身も 極めて単純妙で崩壊するので、その違いの検出は統計的に行うしかない。そのために大量の B 中間主体の生成が必要になる。ありがとうございます。